こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナン、no. バー107エレポットをご紹介します。モンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けています。いきなりガラスのエレポットでパーツを温めます。丸い蓋がありますが、今回は使用せずに温めます。これは105の B で パーライトに埋めたパーツですこのパーツをエレポットで温めますステンレス棒から外します赤丸で示した部分のガラスを取り除きますタイルカッターで挟んで取り除いています透明ガラスの部分を百均の瞬間接着剤でつなげます 直径はおおよそ3センチです。長さは約2.9センチです。こちらはタイルです。縦横45ミリです。厚みは約6.9ミリです。100均のオーブン粘土をタイルの上に置きます。粘土はなるべく薄く少なくするのが理想的です。しかし映像は粘土が多めです。 周りの粘土を取り除くのが理想的ですが、今回はそのままです。粘土は多めのままで進めます。きなりガラスのエレポットです。中心にネジがあるので、ホームセンターで購入したワッシャーを置いてからタイルを入れます。横から見るとパーツは見えない状態です。 タイマーは20秒を過ぎています。エレポットの電源を今入れました。このまましばらく温めます。先ほども言いましたが、中心に穴が開いた蓋は今回は使用していません。蓋をしていない状態で温めています。11分経過したところで粘土から煙が出てきました。後に分かったのですが、 煙は気にせずに作業を進めれば良いです。しかしこの時は煙が気になり様子を見ているうちに時間が過ぎました。本来ならパーツを温める時間は10分から15分程度で良いと思いますが20分以上経過しています。4ミリステンレス棒に C1W 無色透明をつけます。 パーツと4ミリステンレス棒を接続します。煙はもう収まっています。コテで押さえてしっかり接続させます。エレポットから取り出します。エレポットの電源を切ります。粘土の受け皿を準備します。粘土を外します。 全体を温めたら炎から出して20秒後にパーライトに埋めます。今回は温め方のみの紹介なので作業はここで終了します。エレポットを紹介します。ひなりガラスのホームページです。電気炉をクリックするとエレポットが出てきます。ホームページの方は新型のエレポットです。今回紹介するものとは 形が違います。形は違いますが、機能的には同じだと思います。下へ進むと、フュージングの動画があります。このエレポットは2013年製です。電源のスイッチなどはありません。コンセントを差し込むと電源が入ります。300W です。電源のオン・オフはコンセント側で行います。 電源が入っている状態です。付属品の一つに丸い穴が開いた蓋があります。穴の直径は約38ミ、mm、リです。蓋本体の直径は110ミ、mm、リ近くあります。エレポット本体の高さは約140ミ、mm、リです。本体の直径は約170ミ、mm、リです。炉内の高さは約44ミ、mm、リです。 炉内の直径は約70ミリです。こちらのエレポットは2017年製です。右側は2013年製です。2017年製は炉内の底にネジがありません。金網で周りが囲ってあります。ちなみにこの金網は取り外し可能です。こちらはタイルです。タイルは付属品ではありません。 モーさんが準備したものです。縦横約45ミリです。厚みは約6.9ミリです。タイルにパーツを並べました。タイルの数で高さを調整して作業をやりやすくしています。横から見るとパーツは見えない状態です。GT3000S でパーツが動かないようにガラスをつけている場面です。 八線レス棒に接続する場面ですモーさんはエレポットをパーツの温めに使用しているのですがエレポットはガラスを溶かすフュージングなどにも使用できますこれで動画ナン、no. バー107エレポットを終わります理科室でトンボ玉を作ろうモンチーパンダチャンネルの モーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。